皆さんこんにちは。こちらは CEC AMP 3300です。発売は2003年、当時の値段は5万円でした。 CEC はユニークな製品を作るメーカーです。このアンプも他のメーカーが絶対にしないような考えで作られています。このモデルの主なスペックは次の通りです。このアンプには CEC 独自の LEF 回路が搭載されています。 LEF 回路というのは NFB ループのいらない準永久増幅を実現する仕組みです。自動的にバイアス電流を調節するので永久でありながら消費電力が大変少なくなっています。ボリュームは IGM 方式を採用しています。通常のボリュームは可変抵抗器の中を信号が通りますが、このボリュームは可変抵抗器の抵抗を読み取って増幅原因を調節する仕組みです。前回はこのアンプを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。最大出力は定格に遠く及びません。テスト信号だとこの数字です。連続制限波の場合はこの2倍です。出力を上げようとするとボリュームが自動的に下がってしまいます。ヒートシンクは触れないくらい熱くなります。カタログスペックは左右合計で 120W ですが、とてもそんな出力が出るように見えない作りです。こちらは少し帯域を伸ばして測った結果です。 CD プレイヤーのように 20kHz 以降がスパッと切れています。切らないといけない理由があるようです。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。オレンジが今回のアンプですが、かなり悪い特性です。 D クラスのフライングモールより悪いですね。とはいえ 1% を超えていないので耳では気づかないレベルです。これは 1W8Ohm の歪みの様子です。まるでスイッチングしているかのような波形です。ハムノイズも目立ちます。フルバランス構成もトロイダルトランスもハムの低減に寄与していません。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。ダイナミックレンジは 1W で 100dB あれば十分です。これは問題なくクリアしています。ダンピングファクターを見ていきます。だいたい 80Ohm です。 NFB がないのに不思議に高いスペックです。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。なかなかいい結果です。絞り切った付近を除けばほぼゼロです。十分な性能です。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番はこのアンプの音です。今回も ABX テストをご覧いただきます。これは最初に AB2 つの音をお聞きいただいて、次の X が AB のどちらか当てていただくテストです。
耳に自信のある方は AB どちらが今回のアンプの音か当ててみてください。今回のアンプは歪みが多いので耳のいい人はアンプの音がわかるかもしれません。それではどうぞ。どうでしょう。答えは次の通りです。トランジスタアンプでこれだけ性能の低い製品はなかなかありません。 60W 出るはずの出力が 7W 止まりです。歪みもカタログスペックを大きく下回ります。AQ 動作も NFB がないこともフルバランス構成もトロイダルトランスも音質に寄与していません。これは LEF 回路と関係がありそうです。性能が低いといっても耳で聞いてわかるレベルではありません。周波数特性も歪みも最低限の性能を満足するので問題なく音楽を楽しむことができます。このアンプはこだわりの塊です。回路はユニークだし、内部のパーツには品質の高い部品がふんだんに使われています。ボリュームのノブを涙型に作ることは量産では考えられません。このアンプは5万円でしたが、今作ったら軽く20万円は超えるでしょう。このアンプは一人のエンジニアの趣味の作品に見えます。CEC はモーターやベルトドライブが得意のメーカーでしたから、アンプは畑違いです。おそらく開発を一人に丸投げして、誰も内容をチェックしないまま製品にしてしまったのでしょう。趣味のアイテムに合理性や性能は必ずしも必要ありません。性能がカタログスペックより低いことは、大した問題ではないし誰も気づきません。性能で問題になるところは大抵の場合電気接点の劣化とギャングエラーですが、このアンプは問題ないのでそれで十分です。外観に目を向けるとボリュームノブに特徴があります。涙型のボリュームノブは設計者のこだわりを形にしたものでしょう。趣味のアイテムは見た目が重要です。このボリュームノブは
このアンプの最大の魅力と言っていいでしょう。ご視聴ありがとうございました。